全国の競馬ファンの皆様、大変お待たせいたしました。血統データ備忘録のお時間です。こんなマイナーチャンネルをいつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。こんなマイナーチャンネルにたどり着いてしまった競馬マニアの方々のために本日もですね有益な情報をお届けできればと思っております。 本日は、えー、東京ダート 2100m 徹底分析特定種ボ場を狙い撃ちということでやっていきます。ではあの本編に入る前に一つ、えー、お願いです、えー。当チャンネルではですね、あのレース予想、えー、コース分析、種ボ場データ分析とあのできるだけこう有益に。 なる有益な情報をお届けしようと思って日々、えー、頑張っています。ぜひあのチャンネル登録、高評価ボタンを押していただいて応援していただけるとありがたいです。では早速始めていきましょう。はい、今回、えー、特集させていただきますのは東京ダート2100メートルです。まあ、東京ダート2100メートルといえば今重賞はおそらくないんじゃないかなと思いますが。 かつてはまあジャパンカップダートが行われていたコースですね。まあ、ウィングアローだとか、黒船だとか、あのー、すごく印象にも残っている、えー 今、守護バとしても活躍している馬が、ね、あの活躍したレース、コースでもあるとは思うんですけども、かなり前の話ですね、まあ、今ではダートではです、ね、長距離に分類される距離ですし、東京独特の,あの長い直線もありますので、まあ、結構特殊条件のように、ね、扱われるコースです。まあ、そののの特特特殊条条件件と呼ばれるだけあってあの、まあ、特定のが特定バがで結構強い データがいろいろ拾えましたので、今回そのあたりをご紹介をさせていただきます。今回の動画もですねあの、お忙しい方にも最後まで見ていただけるように、ここから、あのこれ以降のパートを何とか5分でまとめたいなと思っていますので、よろしくお願いします。さあ、ではやっていきましょう。ここから、えー、これ以降のパートを5分で何とかまとめたいなと思っています。最後まであのよろしくお願いします。 まず最初見ていただいているのは東京だと2100メートルの勝利数順に並べています守護場ランキングになっています。あすみません、なお言い忘れました。あの今回ご紹介させていただくデータは2016年の1月から2021年の4月末までのデータとなっていますのであらかじめご了承ください。2100メートルの守護場ランキング勝利順ですね。分、えー、かりやすく成績がいいのは黒船3区ですね。 勝率、連帯率、副勝率ともに優秀ですし回収率もあの100%に近い数字になっています黒船産区かなり得意なコース設定なのかなと思います2位につけているキングカメハメハ産区はまあ出走数がかなり多いのでまああの勝利数のランキングで上の方には来ているんですけど高走率自体はそれほど高くないですね。 ええー、回収率は、ねまあ、そこそこあるんですけど、高想率はそれほど高くないのかなと思います。3位につけているロージズ・インメイ・サンク、勝率がかなり高いですね、副勝率も30%を超えています、単勝回収率も、まあ、100%を超えていますし、あのロージズ・インメイ・サンク、このコースかなり得意なのかなといった印象ですね。あとハーツクライサンクの単勝回収率が ちょっといい感じになっていますが、まあ、構想率はあんまり良くないので、えーまあ、長い距離、長い直線が向く産区が中にはいるのかなといったイメージですね。えー、7位につけてるアイルハブ・アナザーン区は、まあ、構想率自体も高めですし、回収率もものすごく高いので、アイルハブ・アナザーン区もかなりこのコースでは注意かなといった感じですね。ネオ・ユニバース産区は回収率はそれほど高くないものの、構想率がそこそこ高いので、まあ 実力上位であれば安定してあの実力を発揮できるコースなのかなといった感じです。はい、ではここからは先ほど、えー、ランキングのところでねあのピックアップさせてもらったシュボバの構想を データをさらに掘り下げていきます、まあ、各種母は馬場状態別でデータを抽出したところかなりはっきりした個性が出ましたのでそのデータをご紹介させていただきます。まず黒船3区ですね。東京ダート2100メートルの黒船3区は、えー、重馬場不良馬場の時にものすごく高層率回収率が上がる傾向にあります。えー、東京ダート2100メートル黒船3区が出走してきた時は馬場状態、えー、湿ったダートの方が成績がいいので あの要注意をしておきましょう。はい、次はロージズ・イン・メイ3区の、えー、東京ダート2100メートルにおける馬場状態別の成績です。先ほどの黒船と違って両馬場の時に両席がかなり集まっています。 まあ、オモンババの時の構想率自体も高めなので、それほど気にするデータではないかもしれないですけれども、ロージズ・インメイサンクに関しては、ダート自体は乾いてたババの方が、両ババのがあが走りやすい傾向にあるようです。はい、続きまして、アイルハブ・アナザーサンクの東京ダート2100メートルにおけるババ状態別の成績です。こちら、かなり偏ったデータになっています。両ババの時全く走らないようですね。 えー、やや重の時にかなり量石が集まっていますのでアイルハブ・アナザーンクが出てきたらですね、両馬場版の時には買わない方がいいのかなといてデータになっています、えー。湿ったダートで、えー、かなり活躍が見込める首謀馬かなと思いますが、両馬場版の時はちょっと嫌ってもいいのかなといったデータです。 ランキング上位の守護版の中から3頭ピックアップをして馬場状態別の成績を見ていきました馬場状態別でかなりあの取捨ができる守護版なのかなと思いますのでしっかり覚えておいて馬券を買うようにしましょう。 えー、ランキング外のところで、えー、成績の良かったシューボーバー2頭まとめてみました、えー、シニスタミニスタ3区とキズサ3区は、えー、勝利数の、ね、ランキングではちょっと下の方でランキング外になってましたが、えー、かなりあの成績自体は安定してますので見つけたら、あのー、買う買いの1頭に入れてもいいのかなと思っています。 はい、最後におまけででちょっとしたデータです、えー、先ほど紹介した、えー、東京ダート2100メートルをかなり得意としている絆3区ですね、まああのー、当てはまる出走ケースにそれほどお目にかかることもないデータかもしれませんが、えー、東京ダート2100メートルで に出てきた際にですね、えー、前走から比べてあの距離短縮で臨む場合復、えー、勝率がなんと 100%3 回走って3回とも化けになっているという形です、えー、回収率もかなり高めになっていますまあ当てはまるケースは少ないかもしれませんが、えー、距離短縮でこのコースに出てきたキズナ3区はもう全外してもいいようなデータになってますのでぜひ見つけたら積極的に買ってみましょう はい、以上、今日から使える簡単決闘データ、決闘データ微暴録、えー、東京だと2100メートルのコース分析でした。えーまあ、5分に収まったかちょっとわからないですけど、えーまあ、ほぼノー編集、ノーカットでお送りしてますので、ちょっとお聞き苦しい部分もあったかと思いますが、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、本チャンネルでは、ですねレース予想、コース分析、脂肪場データ分析、 あの積極的にどんどん行っていきますので、またあのチャンネル登録をしていただいて、今後の動画もぜひご視聴いただければありがたいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。